Hey guys! Welcome to my channel. I'm Daisuke. Today, I'm gonna show you how to make gyudon. So, let's get started! そして必要なものが牛肉。今回はね、オーストラリア産のこう牛肉の薄切りを使います。だいたい1人前は 100g から 150g ぐらいかな。まあ、これは好みで使ってください。でも肉に関してはできるだけ薄いものを使うようにした方がいいです。次に玉ねぎか長ネギ。今回は玉ねぎ使うけど、結構玉ねぎが好きじゃない人もいるね。そういう人は長ネギ使っても大丈夫です。カツオの粉末だし、水、醤油、酒、みりん、砂糖、あともちろん必要なのがご飯、そしてもしかあるなら紅生姜、七味唐辛子。それと詳しいレシピは概要欄のとこに書いてあるので、後でチェックしてみてください。ご飯を炊きます。ここで一つ注意点があって、牛丼のご飯を炊くときは水を少し少なくしてご飯を少し固めに炊いてください。どうしてかというと、牛丼ってたくさん汁あるね。ご飯がべちゃべちゃしてるともう水っぽくなっちゃうんだよね、全体的に。だからご飯は少し固めの方が美味しいと思います。まず玉ねぎを薄切りにします。肉はちょっとこう自分で見てみて、まあ長さ的にこれぐらいかな、うん、こう長いのないかチェックして、なければまあ、うん、いいかな、うん、大丈夫かな、うん、大丈夫大丈夫。これもう切れてるね、うん、だからこのまま使います。まず先に玉ねぎが柔らかくなるまで炒めていきます。玉ねぎが柔らかくなってきたら、この中に水を入れます。醤油入れます。みりん入れます。酒入れます。砂糖を入れます。そしてこの中に肉を全部入れます。この時に重要なのが、肉にあまり火を通しすぎないことです。そしてカツオだし、これはあらかじめ入れといてもいいし、今入れてもいいね。これもちょっとね。これで牛丼の完成です。そしてこの器にご飯を持って、こんな感じね、ご飯をね、ご飯をこう盛りまして、
こに牛丼を盛り付けてきます。あとはこの上に紅生姜をちょっと乗っけて、七味唐辛子ね、これをこうちょっとかけて、これで牛丼の完成です。それじゃいただきます。つゆがご飯に染みて美味しいんだよね、うん、美味しい。これはもうちょっとこう味あった方がいいから、こうつゆ入れたいね。うまい。とりあえず米の硬さが最高。そして味付けも俺的にはいいけど、もうちょっと味濃いのがいい人はさっきの材料をもうちょっとだけ入れればいいと思う。ごちそうさまでした。正直ね、これでね、牛丼屋さんの牛丼に結構近いと思う。牛肉の薄切りさえ手に入れば誰でもできると思うから、機会があれば作ってみてください。それじゃね、バイバイ。またね。いや、また暑くなってきたわ。